旅再開するよ、寝起きです。サクッとラアットマーク角のある笑顔、和道魚団角のある笑顔さん、今日はハンナだ。サクッとラクレームいっぱい来てるよ。悪口書いたらダメだよ。叩かれるよ。多分アンチいっぱい増やしたよ。ミュールさん、マドツ、おはよう。おはよう。サクッとラアットマーク角のある笑顔、和道魚団角のある笑顔さん、叩かれるのは構わない。あ、そう。じゃあ覚悟をして書いてね。叩かれても文句言わないことね。俺はでも陰口言う人嫌いだけどな。かずみちさん、こんにちは。はい、こんにちは。おはよう。よろしく。あ、バカありがとう。バカありがとう。声聞こえる？大丈夫？声聞こえる？あー、さて。行きますか。ヒュールさん、OK。ヒュール OK、はーい。ヤコキスマークさんはどつほほえむ、おはようございます。はい、おはよう。ペリンコさん、聞こえるです。はい。ミュールさん、定期角のある笑顔、和道魚団角のある笑顔メンバー募集中、アイテム投げまくってください、登録してください。 URL 仕事の依頼ご支援はプロフィールをご覧ください。やっぱキスマークさん、ハートをプレゼントしました。ハートプレゼントありがとう。ゆりこさん、かずみちさん、こんにちは。こんにちは。これからどこへ。みんなおはよう。ふうたさん、サメ島にブロックされました。あ、そうなんだ。ふうたいらっしゃい。なんでブロックされたの。にゃこ、おはよう。さん、こんにちは。音符。え、こんにちは。さん、和道さん、面白いと書いたからです。素直な意見なのに。ああ、そうだったんだ。いいんじゃない、そういう人間なんだよ。マルキーニョス、カブ、和道四段、角のある笑顔さんはどつ、音符、名橋にいるよ。名橋にいる。カメさん、風船をプレゼントしました。マルキーニョス、おはよう。待っててね。カメさん、風船プレゼントありがとう。じゃあ行くか、千葉方面。準備するから。風船プレゼントありがとう。アイテムありがとうね。和道魚団角のある笑顔さん、いつ頃着く。いや、わかんないよ。いつ着くかはわかんない。俺のリスナーだったらわかるでしょ。こんにちは。こんにちは。ふうたさん、とりあえずこれからも応援します。ふうた、ありがとう。ひどいよね、感想ね。ワード面白いって言っただけでブロック入れるとかね。
それはちょっとひどいよね。ミュールさん、千葉方面なのね。うん、千葉に会いたいっていう人が二人いたから、じゃあとりあえず千葉向かうかって感じで。とりあえず千葉行こう。千葉行こうね。これからも応援よろしくね。タンコフさん、ブロック入れるの流行ってるのか。矢野ラッキーさんはドツです。はい、はドツ。ラッキーさんいらっしゃい。ハンバーガーマンさん、カズミチさん、お疲れ様です。お疲れっす。え、リンコさん、旅再開ですね。そうっす。関西方面の駅、アスタリスク、アスタリスク。ね、関西方面行かないとね。せいさんはドツです。旅配信楽しみにしてたので嬉しいです。あー、ね、せいちゃんお待たせ。せいちゃんさんはドツ、リンクがお旅気をつけてね。アスタリスク。あ、いいよ。俺は別に誰の名前出してもいいから。嫌いな人は嫌いって言うから。の名前を出して申し訳ありませんでした。全然いいよ、俺は。うん、別に、それは自由だから、そんなんでブロック入れないから。ミュールさん、こんちゃ。こんちゃー。カルキーニョス、カブ、カズミチ旅団、角のある笑顔さん、マジ楽しみ。どこ行くね。ジャノラッキーさん、旅気をつけてね。旅気をつけるよ。ルンペン佐野さん、どこに旅行行くの。旅行はしない。旅行嫌い。風太さん、やはり器大きい。器大きいとかね、普通だと思うけど。はい、こんちゃ。服を用意するか。あれ、服入れる袋がない。服入れてた袋どこだ。あれ、服入れてた袋がねえな。ルンペン佐野さん、お前旅行しかしてないじゃん。おい、ブロック入れるよ。グダグダ言うと嫌なら見なくていいから。はい、今すぐ謝れ。ブロック入れられたくなったら今すぐ謝れ。めんどくせえから、絡みとか。繋がってくんね、朝から。ルンペン佐野さん、ご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 、めんな。はいよ。素直でよろしい。嫌いじゃないよ。ちゃんと謝ること大事ね。あと人のことお前って言わないことね。呼び捨てで和道でいいから。サンワドさん、寝起き。寝起きだよ。おはよう。ボン、サンオはよう。おはよう。コンペイトーさん、おはようございます。天気悪いですね。気をつけてくださいね。天気悪いよね。カズミチ旅団、角のある笑顔さん、カズミチって呼んでいいの。俺は和道って呼んでいいよ。全然。キリカさん、カズミチさん、どこへ旅するの。どこへ旅するの。行きたいところ。風船プレゼントありがとう、青さん。おはよう。ありがとうね。you
佐々木純さん、こんちは。マルチーニョス、カブ、片道旅団、角のある笑顔さん、電車で行くの。いや、歩いていく。東京のリアタツあるかもしんないから。アータンさん、旅の前に風大丈夫。風治ったね。調子、その前回ではないけど、喉もう痛くないから。大丈夫だよ、アータン。オッケーオッケー。みんな風邪ひいてない？大丈夫？元気？夏風邪はね、しんどいからね。ユルさんは歩き。うん、歩いて、で、ヒッチハイクじゃないけど、リスナーさんからの車狙おうかなと思って。角のある笑顔さん、歩いて船橋まで。なんで？ダメ？だって今回お小遣い少ねえんだもん。5万円でやりくりしないといけないんだよ。他に使いたいこといっぱいあるでしょ。水着持ってった方がいいかな。荷物重いんだから。じゃあ金がないんだよ。金が。水着持ってく。ゆうたさん、旅ってだけで楽しみ。水着持ってこうか。アリス、キト、サンワコ。はい、ワコツー。アリス、ワコ。水着持ってこうか。一応、海入るかもしれないから。海は広いな。海宝さん、こんにちは。猫の顔げんこつ。はい、海宝いらっしゃい。とりあえずパンツ3つ、靴下1個でいい。後で買おう。靴下、 T シャツも旅先で買います。ドリコ改め、アットマーク角のある笑顔和道旅団。はい、のんちゃんいらっしゃい。ワドツー。佐々木純さん、いつから旅？今から。で、デオドラント行こうね。このあのゆうるさん、こんちゃ。デオドラント、あとはデオドラントと、アリス、キト、さん、突発だね。突発？そう、まあ、全部気分だね。改め、アットマーク角のある笑顔和道旅団、角のある笑顔さん、こん。はい、こんにちは。おう、まいちゃん、いらっしゃい。こんにちは。こんにちは。あと、ひげ剃りだ。ひげ剃りのカミソリ、どこだっけな。カミソリ。カミソリ、新しい歯に変えよう。佐々木純さん、いつまで旅。2つのハート、毎2つのハートさん、風船を3個プレゼントしました。帰りたくなるまでだね、毎回。帰りたくなるまで。こん、さんのんちゃん、こん。トリコ、改め、アットマーク角のある笑顔和道旅団、角のある笑顔さん、こん。意外と重要なのがこれだから、みんな。歯磨き粉、歯ブラシ、ヒゲ剃りね。次の日曜日、開放トレックスと川口の花火大会行くから一緒に行こうよ。次の日曜日、だから俺旅だっつってんの、今から。今から旅だっつって。こん、さん、アリスちゃん、こん。なんで今から旅？アリス、キト、サンコン。今から旅なのにどうやって行くんだよ。あれ、俺今何やってたっけ？タオルか。
ミュールさん川口の花火大会、オートレース場かな。アリス、キト、さんすぐ帰ってくるかと思って W。ボン、さんフォローした O、よろしくねん W。アリス、キト、さんわかんない、来る。あとタオル2枚か、タオル2枚。ミュールさんまだ金欠わらわら。マルキーニョス、まだ金欠は。風道旅団角のある笑顔さん新宿駅行く。アリス、新宿駅行くよ。マルキーニョス。佐々木純さんどこ行くの。新宿駅行く。どこ行くか、行きたいところ行く。マミチさんって黒い服好きなの。黒い服しか着ないね、俺は。こんな感じ。アリス、キト、サン花火なんて無料じゃん。マルキーニョス、サブ、カズミチ旅団角のある笑顔さん新宿駅行こかな。来る？新宿駅来る？いいね、そういうフットワークの軽さ大事よ。多分ね、新宿で住民票取るから、新宿来てもらったら早く会えるね。ミュールさん、いやいや、他にも金使うようになりそうだから。黒い服が好きだから。アリス、キト、サンで口が出すよ。あと、爪切りだ。そう、毎回忘れるんだよな。爪切り超重要。おいおい、レクチもバンド活動で今金ねえんだぞ。適当なこと言うなよ。マルキーニョス、カブ、カズミチ旅団、角のある笑顔さん、今から船橋から行く。オッケー。爪切り、爪切り入れ。ミュールさん、誰かに出してもらうとか、好きじゃないんだよな。ね、負担になるからね、借りを作るのは良くないよ。ミュール正解。アリス、キト、サンウーム。アリス、キト、サンで口、うちに泊まったよ。パコった？パコった？お化け、カズミ、お化けさんはどつー。うい、カズミちゃんはどつー。パコった？パコったもパコってないの。マルキーニョス、サブ、カズミチ旅団、角のある笑顔さん、ついたらふわっちで教えるね。うん、コメント上ね。やったか。フータさん、ほんと整理整頓されてる。アリス、キト、サンで口にその度胸あると思う。ないと思う。それが聞きたかった。絶対ない。え、アリス的には止めたってことありなの？お化け、カズミお化けさんへ、止まったの。アリス的には、その、レクチ君ありだよっていうアピールで止めたのか、男は誰でも止める派なのか、どっちなの？アリスは。ねえ、女の子がね、女の子がさ、止めるってことはさ、ねえ、そういうことなんじゃないの？なんだよ、面白くねえな。レクチとアリスが付き合ったら面白いけどね、俺の中では。アリス、キト、サン誰でも止まっておけ。ガバガバだな、お前。ミュールさん付き合いようチルだ。ガバガバだな。アリスのこと今日からガバガバって呼ぶわ。ガバちゃんだよ、ガバちゃん。ガバガバ子だよ。お化け、カズミお化けさん、レクチは私の。アリス、キト、サン止まるイコールセックスじゃないじゃん。止まるイコールセックスなの、ふざけんなよ。なめんなよ。止まるイコールセックスだから。女の子が隣に寝ててね、手を出さない男はね、恥だよ、恥。サンレクチの取り合い WWW。
レクチのライブみんな応援して行ってあげてよ。ミュウツーも止めてるしな。ボン、3次は絶対に普通。ミュウツーね。アリス、と、3レクチはカズミの。お化けカズミお化けさんとか、アリスはレクチ狙いか。さて。ミュウツーがマジで来ると思わんかった。壊る日からセックスは違う。セックスは違うよ。あ、そう。もう俺泊まった女でセックスしなかった女なんかいないけどね。俺は泊まるイコールセックスだね。あやさんこんにちは。あやさんこんにちは。泊まるイコールセックスだろ。ちゃうの。子供じゃねえんだから。泊まるイコールセックスだろう。エリさんはどさんこんにちは。はい、エリちゃんいらっしゃい。佐々木純さん人それぞれだね。俺は泊まるイコールセックス派かな。どちらかっていうと。あと旅行った時の経験がなくなってるな。旅、爪切りが困ったのと、ヒゲ剃りでしょ。ヒゲ剃り。アリス、ヒト、サン、私はノーセックス。ヒゲ剃り。アリス、ヒト、サンなんでよ。サオリさんこんにちは。目をも笑う笑顔、私も止まるイコールセックス派。そうだよね。あやさんどこか出かけるんですか。旅に出んの。ヒゲ剃り困った。タオルで体拭く。T シャツは買う。で、パソコンバッテリー機材。もう大丈夫かな？金は持った。まあ、こんなもんかな。マルキーニョス、カブ、カズミチ旅団、角のある笑顔さん、コン電車乗った。早いね。早いね。ミュールさん、旅なら5万じゃ足りない。5万じゃ足りないよ。だけど、みんなの支援お待ちしてます。みんなステッカー買ってね。旅先で稼ぐからいいよ。ハードモードで行こうよ、今回は。沖縄、イージーモードだったから。今回ハードモードで。最初の頃の初心に戻る感じ？マルキーニョス、カブ、カズミチ旅団、角のある笑顔さんのステッカー1枚買う。はい、ありがとう、マルキーニョス。とりあえず市役所、区役所行こう。区役所行って、住民票取ってくる。あ、わかった。スタンドだ。スマホスタンド忘れてた。雨降ってるよ。え？雨降ってんの？佐々木純さん、今日は野宿。
全部気分。誰かに止めてもらえたらありがたいけどね。石さん何のための住民票？契約関係かな。書類の契約の書類の関係。浅草橋なら止められるよ。浅草橋って何？浅草橋か。浅草。ケイさんやっと旅再開するんだ。長かったね。そうだね。いろいろ準備が大変だった、ね。石さん何の契約？何の契約かお想像にお任せします。僕の放送を普段見てる人だったら分かるはず。石野康介さんバック書く。おー、石野、いらっしゃい。俺は仲間だと思ってるけど、石野はただの知り合いだって言ってくれた石野くん、おはよう。俺は石野のこと仲間だと思ってるよって言ったら、俺はただの知り合いっすねって言った石野くん、おはよう。バックパックはカリマ。バックパック。佐々木純さん AV 男優の契約 WWW。AV 契約？今準備枠だね。カリマいいよ、一緒。すげえ丈夫で。もうこいつがないと旅成立しない。15キロ背負うかんね。めちゃくちゃ重てんだよな。石野康介さんどこのブランドですか？な、カリマーだっつってんだろ。カリマーだよ、カリマー。何回も言ってるだろ。カリマー。なんで2回も3回も聞くんだよ。酔っ払ってんのか？カリマーだよ、カリマー。石野康介さん国。あ、イギリス。ルンルンさんカリダー。ミニ四駆の塗装半ばで行くのちょっと辛いよね、これね。こんだけ綺麗に仕上がったのに。塗装半ばだかんね、ミニ四駆。でもいい仕上がりだよね。ピッカピカになったよ、ほら。黒光り。これ赤染めるのは、旅帰ってきたからやろう。さて。こいつらをどこに入れるか、サイドか。契約書は。沙織さん食べてる間、鳥ちゃんどうするんですか？鳥今いないじゃん。ミュールさんそれ仕上げてから旅かと思ってた。もう預けてるよ。ねえ、仕上げる前に出よう。
浅草橋か。浅草橋まで行くじゃん。止めてもらうけど。でももっと歩けそうな気はするけどな。もっと先に進めそうな気はしないだろう。地元成田っすね、大地さん。成田っすね。降りますよ。雨降ったら雨降ったで雨宿りすればいいじゃん。とりあえず出ようぜ。レインコートも欲しいよな。石野康介さん、イギリスに行こう。イギリス行くのはまだ力不足かな。でも日本終わったら世界行くよ。ミュールさん、ステーキ、角のある笑顔、ステーキありがとう。角のある笑顔メンバー募集中、アイテム投げまくってください。登録してください。URL 仕事の。俺オアシス嫌い。ご支援はプロフィールをご覧ください。俺オアシス嫌い。佐々木純さん仕事戻ります。はい、行ってらっしゃい、佐々木さん。佐々木さん、オアシスに会いに行こう。オアシスの曲一曲も知らねえ。なんかなやなやしたやつ嫌いなんだよね。同意見でーす。陰口大嫌いでーす、僕も。オアシスはなんかおしゃれだよね。石野好きそうだよね、オアシス。ランシドはイギリスじゃないんだよね。アメリカのバンドなんだよね。嘘、行くか分かんない。約束はできないよ。約束はできないですよ。嘘かすカオスさん、アメリカなんだ。確かアメリカだと思う、あのランシドは。だってオリンピア WA とか歌ってるもんね。ニューヨークシティーって歌ってるもん。うん。アメリカのバンドだよ、ランシドは。石野幸雄さん、インド行こう。インドは行きたいね。インド行きたい。さん、USA だったはず。USA だよね、ランシド。イギリスの。ソカスカオスさん、あのでかいバッテリーはより大きい持った。持った持った。
ヘクソカスカオスにも会いたかったな。日の本、とりあえずタバコだけ消したから大丈夫だよ。あの、うち、オール電化だから。火は出ない。では、東京はほとんどね、今ね、ガスコンロない。そう、パンクって言ったら UK のイメージだよね。誰が？あ、そうなんだ。石野康介さん、僕もクソカスカオスさんに会いたい。クソカスカオスかっこいいよね。ガス代は？ガス代払ってるよ。明日はガッチし夜勤 W。 あー夜勤なんだ。まあ縁があったらどっかで会えるしね。縁が人を呼ぶからね。そうだね。ブリに繋ぐより自然に。そうだね。クソカスカオスさん、タイミング、タイミング大事ね。今回意外とコンパクトだな。旅がね、進むにつれてパンパンにかさんでくんだよね、不思議なことに。アキラさん、雨降りかな。雨降りかな。サンバンクはイギリスの労働者階級の上流者階級に訴えるアンチテーゼが原点だお W。 もうお前どこだっけ住んでんの。もうお前会えもうグダグダうるさいから、会う会うっつって会わないから。お前もう何年も会ってねえんだから。ちょっとどこ。アジアの旅は荷物減ってくる。なんで？ああ盗まれるからね。それギャグだ。なるほど。ヌープさんこんにちは。10分だけお邪魔します。はい10分だけ。東京 WWW。あ東京のどこだっつったの？ダンボールさんやほ。おおダンボール。ダンボールさお前家？ほら。プレゼント、ダンボールの、これ渡したいんだけど、今、近所寄って会えない？今から。俺今旅出ちゃうから、これあげたいんだけど、ダンボールに。俺、ムームー。会えない？ダンボール。もう家か。わかった。じゃあ部屋で保存しとくわ。俺は当てのない旅が好きだね。レクチの家の近所に住んでるお W。 あ、その辺なんだ。ダメだな、口だけだな。ウソカスカオスさん、北に行く、南に行く。とりあえず千葉行く。栄町で待ってるっていうリスナーさんがいるから。昨日花火たくさんくれたんだよ。前回見送ってくれたじゃん。医師の康介さん、僕は数値は高知所に住んでいました。あ、そうなんだ。あやさん、栄町って千葉駅まで。そう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 、千葉駅。だから前会社やってたところとかね、出てくるから。
本も都心だったら見送り行けるんだけどな。いや、だったら新宿来いよ。岸野光介さん最寄り駅が成田駅だった。え？芝甲子町って成田なの？マジで？あ、そうなんだ。ごん、さんごめんなさい。いいよ。千葉高速最寄り駅成田。え？おー。ごん、さんよい子に留守番してる。はいはい。てかこれ偽石野だ。ウソカスカオスさん高知所、行きは送り、帰りは自力か。これ偽石野でしょ。高とベルハートアメホニュービンさんはドアスタリスク、アスタリスク。だって石野放送中じゃん。ダンボールさん引っ越しするからご近所さんじゃなくなるかも。偽石野じゃんこれ。高とベルハートアメホニュービンさん旅出るんですか。あれ本物これ。本物か。お前放送中に俺のコメント見てる。バカだろこいつ。本物だわ。おまんこ笑うかな。笑った。トリコ、改め、アットマーク、角のある笑顔、角道旅団、角のある笑顔さん、WWW。よし。ミュールさん、わらわら。いけますか。旅に出ますか、じゃあ。ああ、やっぱやめるか。だるいから。やっぱやめよ。家が一番いいから、冷房効いてて。ミュールさん気をつけてね。冷房効いてて、いいから、やめよ。ダンボール30月くらいに引っ越しするからご近所さんじゃなくなるかも。え、そうなの？嘘かすカオスさんの。マジで？ミュールさんあれ引っ越すんだ。さおりさんわらわら引っ越すんだ。じゃあ見送り花火頼むよみんな。見送り花火ちょうだい。見送り花火、俺の旅の成功を祈って。ご祝儀花火ください。ご祝儀アイテム、ご祝儀アイテムよろしくお願いします。ダンボールさん区内だけどね。あ、区内なんだ。まあ近いじゃん、区内だったら。うん、区内だったら全然近いよ。いつでも会えるよ。トリコ、改め、アットマーク、角のある笑顔。おい、バガありがとう。角のある笑顔さんバーガーをプレゼントしました。バガありがとう。サンキュー、のんちゃん。ウソカスカオスさん、どこでもドア。どこでもドアだ。ミュールさん、花火買えないわらわら。そんな貧乏なの、ミュール。大丈夫か。ちょこっと仕事サボちゃん。ありがとうサボちゃん。サボちゃん、お花火ありがとうお花火、センキューサボちゃん、いいね。元気出た。行こう。ちょこっと仕事サボちゃんさんはどつ。どつハートありがとう、あや !3 個プレゼントしました。ありがとう、みんな、ご祝儀。ウソカスカオスさんさ、出発。よし、行こう。じゃあ、行きますか、皆さん。じゃあ、切りまーす。出まーす。お疲れ様でーす。一旦、Wi-Fi 切り替えますんで。また見に来てください。もしよかったらフォローしてね。お疲れ様ーす。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよ。